ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。はい、ジャン君、朝です。楽しく行きましょう。ジャン君、ポンちゃん、今バトルしてるっていう噂があったのでカメラを回しましたが、全然じゃねえか。終わりましたよ。朝のちょっとした体操だったのね。うん、二人で仲良く詰めとくと思ったら取り合いになったのか。ジャン君がポンちゃんを勝ちました。ポンちゃん譲ってあげて、えらいね、ポンちゃん。いい子だね、ポン。あ、ジャン君どいたよ。カリカリに行きます。ポンちゃん飽きましたけど、見てる見てる。パンちゃんめっちゃ見たのよ。はい、見つけた。あら見つけたらこっち来ちゃうのかい。ちょっと待ってね、ポンちゃんを取ってからね。ポンちゃん、はい、あったかいね、今日は。新鮮な空気が入るしね。はい、はい、呼んでんの？呼んでんの、あなた。え、足引っ掛けちゃったよ。物がいっぱいあったからね。ジャン君、ジャン君は新鮮な空気もういいんですか？挟まりたいんですか？ジャン君、そして、はいはいはい、はい、来てください。こっちどうぞ。はい、部屋の中は25度以上だ。
じゃんくん。できたな。クシャクシャしてほしいな。クシャ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 。クシャクシャクシャ。クシャクシャですね。クシャクシャクシャ。じゃんくん。じゃんくん。じゃんくんくん。じゃんくんじゃんくん。はい。いい子だね。もっとやってっていうことだったんだね。はいはい。クシャクシャクシャ。クシャ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 。本当は今日が一番花見にいいかもね。そうなんだ。見かけられたらね。僕も行きたいなって。僕も花見するかなって。ジャン君もね、あれだよね。うん。よいしょ。リードをつけてお散歩できるにゃんこだったらよかったけどね。うん、あ、これヒゲかな？無理。あ、ヒゲではなかった。無理だって。無理。ビビリだから無理。もっとだって、うん、サイレントミャオ、サイレントミャオはね、実は出てるらしいよ、声が。人間には聞こえないんだって。そうなのか。人間には聞こえない音だけど、猫的には出てるらしいよ。ヤン君入りました。久しぶりに暖かいのでテントを出してみました。春はキャンプだよね。ねー、なぜ出る。じゃんくん、ポンちゃん順番に入るからね。次ポンちゃんが入るんじゃない。ポンちゃん、ポンちゃん、うん、ポンちゃんが入って、そして出たらジャンくんが入って、あり？ポンちゃんもいいな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、シュリシュリなの？うん、洗濯バサミにシュリシュリ攻撃。のびっとしてから、そっちかい。最近のジャン君とポンちゃんの爪とぎの仕方は、あの端っこでするのが好きだね。ちょっと盛り上がってたからね。